テレビ版議会でより今回は小室市議会3月定例会で一般質問に立った19人の議員のうち後半9人をご紹介していきます清水貴雄議員です医療センター前の市民広場に乗降用の停車スペースを増やすことはできないか西駐車場屋上からはフラットで医療センターまで来られるが屋根がないので雨の日は大変である 簡易なな屋根の設置はできいいか。2点について質問しましまた。建設部長は乗降用スペースを増やす点については医療センターに確認した中で状況により協議する、空中通路、指導の上部については法令上の問題で困難である、空中通路以外については簡易な屋根を設置する場所もあると思うが簡易な屋根では強風で壊れる心配もあるので、 利便性を高める研究をしたいと回答しました丸山正明議員です今後大型事業を抱える中技術職員を優先して採用すべきではないか質問しました市長は毎年退職者の補充を基本に職員募集をしてきたが応募者数も非常に少ないことから追加募集や年齢制限の拡大などにより職員の確保に努めてきた しかし残念なことに応募者もごく少数で採用までに至る受験者がいなかったり合格しても辞退されることもあった土木職に限らず建築士も必要と考えているので事務処理の効率化と改善を絶えず意識するとともに人材育成による少数精鋭を基本としつつも早めの募集周知と土木・建築関係の学校などへの働きかけを強め引き続き 技術系職員の確保に努めていくと述べました田中敏光議員です野良猫不妊去勢手術の補助制度についてのクラウドファンディングの考え方はどうか質問しました市長は補助制度については近年野良猫が増加し糞尿や悪臭などによる生活環境上の被害が増加していることから野良猫の減少を図ることを目的に取り組む事業である 財源については、クラウドファンディングによる確保を計画しており、すでに実施済みの自治体においても一定の成果が出ていることから、同様に取り組みをスタートしたいと考えていると述べました。福島鶴子議員です。昔から音楽の街の土壌があったことを活かし、新たな魅力につなげる考えはどうか質問しました。市長は、 音楽の街小諸推進市民会議を開催し個々の団体の取り組みについて情報共有を図り全ジャンルの音楽関係者の活動に対し音楽のまちこの推進につなげたいと回答小諸ゆかりの音楽として民謡があるかつて小諸で小諸孫歌や小諸節の全国大会が行われ各地から多くの人が集まり小諸に泊まり小諸を感じていただいた。 これをどう思うかただすと、市長は、発祥の地と言われる小室市として大切にしたいと考えていると述べました。柏木けさお議員です。災害に強いまちづくりのために、地区防災計画が必要。モデル地区に専門的知識人を派遣し、策定を進め、全区へ紹介。3年計画で全地区策定を提案するがどうかただしました。 市長は来年度予定の自主防災に関するアンケート調査で区独自の計画を把握したい、モデル地区は良いアイデア、策定は空単位か、旧村単位かも含め今後の検討課題としたいと回答2年前に質問した避難所運営マニュアル作成の必要性についてその後の対応を尋ねると素案を作成した今後 区などで素案に基づく避難所開設訓練を実施し取りまとめ、来年度の防災会議で意見を聴取後、避難所運営マニュアルを策定したいと述べました。田辺久雄議員です。少子高齢化に対応したまちづくり、地域づくりをどう考えるか質問。市長は、将来を担う子どもたちが少ない人数でも集団の中で心豊かにすくすく育つ、 子育て教育環境のハードソフト両面からの充実。皆が健康に関心を持ち、健康づくりを実践できる環境づくり。互いに支え合い、誰もが安心できる。福祉環境の整備、高齢者が住み、慣れた地域で安心して生き生きと暮らせる。地域づくりを推進していくと回答。高知トレーニングの推進については、オリンピックの事前合宿誘致も意識し。 推進協議会の進める地域づくり健康づくりに力を入れていくと述べました早川人氏議員です協会憲法と比較すると国保が高すぎると思うがどうか質問しました市長は一概に比較はできないが協会憲法の方が安いことは分かると回答しました宮古市は昨年12月議会で共産党から 子どもの均等割減免の要望に対して2019年度予算案に子どもの均等割免除を計上した同市の制度はすべての子どもの均等割を全額免除する完全免除である財源は一般会計からの繰り入れふるさと納税のうち市長にお任せ分から充てるもので小諸市でも前向きに検討してほしいと要望しました。市長は、ふるさと納税を使って 高校生までの医療費の窓口無料化などをやってきた。他の事業ともいろいろ考えなければいけないので、即答は控えさせていただきたいと述べました。小津真美子議員です。小室市始まって以来、初めての無投票となった市議会議員選挙をどのように受け止めたかと質問。市長は、市民の皆様の政策選択、並びに 参加のの機会が失われたた。とという意味で、残念の一言に尽きると述べました人口減少が進み厳しい財政状況を展望したこれからの新しい公共を考えたときに参加と共同を推進していかなければ小諸市の持続可能性は危ういと考えるがどうかただすと市長は市民、行政、議会それぞれの主体が 自覚と責任を持って参加していくということが基本ではないかと思うと述べました中村健次議員です行政プロジェクトチームによるガイドライン見直しと指導要項制定については設置規制になるか質問しました市長は見直しガイドラインなどにより業者への対応が厳しくなり業者への適切な指導ができると考える改善が図られない場合には 指導要項に従って経済産業省へ通告して業者の認可取り消しもある50キロワット未満でも地域の要望により地域説明会・協定書締結も義務化されたと回答自治会区長の責任が重くなり今後の対応が重要となることが想定されるが行政が協定書の締結時に三者立ち会いなどの検討はできないかただすと環境水道部長は 状況によっては、区長からの要請により、第三者としてアドバイス・サポートをすることも検討したいと述べました。テレビ版議会でより、今回は小室市議会3月定例会一般質問に立った19人の議員のうち、後半9人をご紹介しました。